声優チャンネルです。今日はですね、芸能フォーカス、2021年一発目、今日はですね、戦後の日本に、ジャズという音楽がいかに素晴らしい音楽なのかというのを日本の芸能界に広めた偉大なシンガー、エリー・チエミさんを語ります。エリー・チエミさんというとですね、皆さんどういうイメージ持たれてるでしょうかね。いろんな曲歌われたんですけど、エリチエメさんこそジャズを歌ったジャズシンガーです。紛れもないジャズシンガーです。日本で戦後にあれだけ偉大なジャズを歌ったシンガーはいないと言っても過言ではない。それぐらいすごい、シンガーです。エリさんのちょっとお話を私は今日特別にしたいんですけど、エリさんという方はですね、12歳でですね、進駐軍のキャンプを回り、ジャズという音楽に馴染んでいくんですね。で、彼女の凄さというのは類稀に見るリズム感なんですよ。で、ジャズシンガーに一番大事なのはもちろん歌唱力、中で言うと声量から音感、そして歌詞の読解から表現力、そして、一番もっと大事なのはね、ジャズにおいてもリズム感っていうのが絶対大事になってくる。ここがしっかりしてるシンガーっていうのはなかなか日本には出てこなかったんですよ。ところがエリチエミさんは完璧でしたね。完璧でした。で、その進駐軍での経験というのがどれくらいすごかったかという、ちょっと今日お話をするんですけども、大体進駐軍でキャンプを回られてる方っていうのはね、実力が備わる人が多いです。で、過去に俳優さんとかでも進駐軍を回られてた方で歌われた方とかでもすごい方がいっぱいいらっしゃるんですけど、財津一郎さんなんかもそうですよ。実はあの方は実に、ジャズ歌わすとうまい。エリさんは特にね、その先駆者という方です。で、私キングレコードで、エリチエミさんを担当されてた井口亮介さんっていう人のもとでもレコードを作ったことがあるので、いろんなエピソードを聞いてます。で、一つね、エリさんのすごいエピソードで、これ結構細かくいろんな番組とかでも紹介されてることがないので、ここでちょっと私はお話ししたいと思います。で、進駐軍で何を得たのか。で、そのエリさんが12歳で進駐軍からいろんなレコード会社のオーディションを受けるんですけど、結構落とされるんですよ。で、キングレコードのところで受かるんですよ。で、キングと契約することになります。で、キングレコード当時、キングにいた、キング、レコード会社が抱えてた、オーケストラ、バンドマンのリーダーの方が率いたバンドで、12歳のエリさんがですよ、当時、そのテネシーワルツという曲が彼女の18番だったので、それを披露した時のお話なんです。ここ重要なんですよ。何がリズムがすごかった。伴奏者の方もキングがそれを抱えてる偉大な方ですから、あえて名前は出しませんけど、その方がピアノを弾かれたんですね、イントロダクションを、テネシーワルツので、途中でエリさん歌いますよね。で、イントロダクションからピアノをこう弾いていく中で、エリさんが歌を歌い出そうとした瞬間、エリさんがストップって言うんですよ。おじさん、リズムが違うよ。テネシーワルツという曲は三拍子の曲です。ワルツタイム。どう違ったのかというお話。で、これね、私も海外に行って初めてね、外国人、それもいわゆる黒人の人たちと、演奏することがあって、真逆なんですよ、捉え方が。音符の捉え方が。これはね、白人でも違うんです。実際違う。で、それはエリさんはもう分かってたということですよね。で、黒人のリズムの取り方、ジャズのリズムの取り方で歌ってたわけです。彼女はずっとテネシーワルツを。ところが日本の伴奏者の方たちはそのエリさんとの経験値の違いからリズム習得ができてなかったんですよね。で、エリさんがストップ、おじさんリズムが違うよって言った、そのリズムがどう違うのか。ワルツですからこう取るんですよ。
タン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 、まあ電子ワルツっていう曲で、ワルツ取るときに1、2、3、3アクセントが来る取り方をその先生はピアノの先生はされてたんだですね。エリさんは違うんですよ。1、2、ここにアクセントが来なきゃいけないんですよ。タン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 、これがね、タン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 といくと、タンタンタン、一発目の一拍目の音にダンとアクセントが来る。二発目には強弱がない、タンタンタンと来ちゃうんですよね。そうするとね、歌歌っても合わないんですよ。ララランダラ、エリさんはララララランラララランララランランラララランと取ってるのに、ピアノはバラン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 と取る。この違いをね、バスッとエリさんは指摘してしまう。彼女はそれぐらい意志力の強い女性だったんですね。で、まあこれはとてつもない12歳の少女が来たなということで、まあキングはもうそこから総力を挙げて彼女のプロデュースにかかるんです。で、当時そのエリさんを知ってられた井口さんという方は言われてましたけども、完璧だって言ってましたね。エリチエミとピーナッツ、ザ・ピーナッツ、これはもう完璧だったって言ってました。レコーディングにおいても完璧だったって言ってましたね。で、やっぱりそのリズムの捉え方の違いっていうのはその進駐軍で、私もキャンプで演奏したことがあるのでよくわかるんですけど、聴いてるのはみんな外国人の兵隊さんですから耳が肥えてるわけですよね。で、演奏が悪いとね、もうビール瓶とか平気で飛んでくるんですよ。で、そういう環境地でね、勉強してくると、まあいろんなその外国人と接する、そうすると人種もね超えて、ジャズというのを学んでいきます。で、表と裏のリズムの解釈が全く違うので、裏拍から全部が黒人っていうのはリズムを感じて取っていくので、円をでリズムって感じるんですよね。円で感じるから、ワルツも要は言ってるのはこれ、こうこうこうじゃなくてこういう円なんですよ。だから要はもう大きな円でいくと、もうこういうふうに回っていくんですよ、最後。で、円ってこういうことなので、いわゆるまあ8の字の横にしたようなこの無限の、これがリズムの根底にあるものなんですよ。で、このリズムのね、波動が白人は割と、まあ、中間的にこうバランスよくこう回すんです、ね、で、東洋人はこれがどっちかって言ったら上から下がきついんですよ、うん、で、西洋人はそのバランスは波動普通なんですよ、まあ、白人ですよね、うん、で、黒人はというと上に上がっていくところが大きいんです。ってことはどうなるかって、裏のアクセントが全部そこに強弱が来るんですよ。エリさんはそこが完璧だったシンガーなんです。そういうシンガーはなかなか日本で探してもいないんですよ。で、エリさんのまたまた何がすごかったかっていうと、ビブラートっていうのがありますよね。あーって伸ばした音で、みんなこれあーって伸ばしてるから、あーって伸ばしてると思ってるんだけども、実はこのあーっていう音の中には32部っていう細かい音符が隠されてるってことにもあんまり気がつかない人が多いんです。全音符って言ったら一音の音符が伸びるっていうふうに捉える。あーではなく、あーっていうその小刻みなビブラート、ビブラートをかけなくてもビブラートを感じさせる歌い方ができた人がエリチーネさんなんですよ。このエリさんの凄さというのは、私は芸能界に入っていろんな方の歌を聴きました。レコードでも聴いたし、まあすごいと言われている人たちの歌みんなさんも聴きましたけど、ジャズに関してはエリさんを抜くシンガーはいないです。キャリオカという曲を聴いてみてください。 YouTube にありますから。1963年にカウントベーシーオーケストラと一緒にやったキャリオカ、これ歌える人いませんよ。まあエリさんの凄さを
差し置いて日本の歌謡界はエリスさんにジャズを歌わせなかったんです。晩年期にどうしても歌が上手いから日本のこの歌詞で、日本の曲を歌わせようとしていった。辛かったと思いますよ。どれだけエリさんが辛かったか。ジャズ一本で、ジャズ一途の道でジャズ歌手という人がそのうちいっぱい出てきました。そういった時はジャズ畑というところが確立された中でジャズ歌ってジャズの仕事だけをやっていった人いっぱいいます。でもエリさんはエンターテインの中でも大スターですから。これね、日本のレコード業界っていうのはそうなんですよ。歌が上手い人には日本語の歌を、歌が上手い人にはポップスを歌わせたがるんです。違うんですよ。ジャズもポップスも一緒なんですよ、要は。歌の仕組みというのは。上手い人というのは、基本的にはそこの軸はぶれないです。カーペンターズのね、カレン・カーペンターもそうですよ。あの人はポップスを歌ってるっていう言われてるけども、よーく聞いてみてください。彼女の歌はジャズですから。綺麗にね、声を出してる。綺麗な美しいボイスだ。違いますよ。よーく聞いてみてください。彼女の声はね、微妙に濁ってますから。そこがね、わからない人が多すぎます。ジャズの醍醐味というのはね、エリチーミさんという人が日本に広めた、偉大な功績を私はここでね、今日は、話をしたかったんです。1953年、青春ジャズ娘という映画にエリチーミさんは出ます。この映画を監督したのはなんと私の父松林秀英だったんですね。で、その映画の中でカモナマイハウスという曲を歌うんですけど、これが絶品です。で、この映画はね、当時、慶応大学から、ジャズハイソサイティでドラムを叩いていたフランキー酒井さんが入ってきます。で、出演されてます。で、天地しげるさんね、これはもう今亡くなられて、まあ、アクションスターでも有名であった俳優さんですけど、この天地さんもこの映画でピアノとしてデビューする。高島忠夫さんもですね、東方きっての名俳優、この人もこのジャズ娘がベースを弾いてたりとかして、まあ、エリさんがね、主役を見事張って、まあ、その映画もね、私はもう幼い頃からエリさんというと、父からエリチームという偉大な歌手がいたんだと、聞けと。で、僕は最初サザエさんのイメージしかなかったんですけど、だんだんエリさんの凄さを聞いて、エリさんのレコード会社を探し、まあ最終的にエリさんのレコードを制作した方のもとで自分がレコードを制作できたっていうつながりがあるんですけど、まあね、まあ僕はそのエリさんのその凄さに触れて育ったので、やっぱりジャズシンガーというとエリチエミさんを見てしまいます。戦後ね、本当にエリさんの他にもジャズ畑だけで歌われた方もいたと思いますけど、やっぱりエリさんはね、ご苦労されて、どうしてもポピュラーを歌わされたりとか、まあ、演歌を歌わされたりとか、まあ本当に切手のジャズシンガーでしたよね。だから今振り返ると、エリさんが今ご健在だったら、どれだけの日本の音楽業界が豊かだったかなってそう思えてなりません。そういうことでね、今日は声業チャンネル、エリチエミさんをねちょっと語らせていただいたんですけど、エリさんのね、実は誕生日がですね、明日の1月の11日なんですよ。今日は1月の10日、2011年の一発目の収録なんですけど、明日がエリさんの誕生日。本当だからエリさんが早くして若くして亡くなられたので無念だったと思いますよ。もうね、晩年期エリさんのジャズが聴きたかった、そう思えてなりません。これをね YouTube にてエリチエミさんという
名前を知った方は YouTube 検索してみてください。キャリオカから行ってみてください。すごいので、テネシーワルツもデビュー作ですごいんですけど、キャリオカ、カウントベーシーでやった1963年のライブ録音、これを聞いてみてください。彼女の偉大さ、凄さがわかります。リズム感こそ命です。本年もどうぞよろしくお願いいたします。声業チャンネルでした。チャンネル登録よろしくお願いいたします。失礼いたします。